さて今回もキングダムオブフォースやっていきましょう。さあ前回はねドラゴン編が終わりまして、まあ、最後の戦いではねボスとの熱い戦いでしたね。なんか召喚された古代のモンスターかなと戦ったよと。でナーガ編はね、まあ海から離れたナーガが陸上に出てきて、まあなんかなんで奇妙な冒険なんですかが始まったと。さあ行きましょう。まあゴブリン編だね。まずはねゴブリン討伐編だね。でナーガはねちょっと特殊なスキルとして、まあ5人以上の部隊の場合こう範囲が出てきて敵を撃ち殺すことができるんだと。これねかなりユニークなんで、うまく使えばね向かいながら敵を倒してできるから、この攻撃力ですよ、これ期待持てるんじゃないかな。大丈夫それ。待て説明違うと思うんだけど、前回と違う、前回とあれ撃ち殺しなかったっけ。まあ、こういうこともあるわけですよね。どういうことですか今のは。あれは無理か、4人だと出ないんで、5人以上になる時のなんか塊だね。まあ、そうなれば撃ち殺せるよと。もっと大きい数どうなんだろうね、それも見ていきたいな。よし、食料ゲット。とりあえずここかな。お、なんか作ってる。なんでだよ。いらないよそんなの。あれ無視か。まああれ取ればまあ攻めてこれないから、この間に送る。お、来たんじゃないの。それ間違えましたね、前後送るべきじゃなかったかな。ナイスナイス。これで、まあ、下は守れるかなと。向かう感じ、これ木かな。うまく使いたいですね、この5人以上の力を。あえておとりにしながら先に進んでいけば殺せると思うんですよ。あえておとり作戦。あ、こういうとこ、こういうとこ。なぜ行かないか分かんないけど、これでここが来るでしょ。そこなら撃てるよと。もうちょいここにいた方が避けてくれるんでいいんじゃないかなと。これも同様だね。一発で取られちゃうと危ないから、そこの調整をね、うまくすれば、優位に展開できるだろうと。これまずここ来ないと思うんで、それを使っていきたいが、人がいねえ。もう人がいねえ。余ってない。来ないかな。合わせる彼に、まあ、それに死んでますけどね。例えばここ。あーでもずれてるね。結構難しいかな。こっから調整できないもんね。超危険なんだけど。今ただただ危険だよ。よし、オッケーオッケー。ちょっとまあ特性使えてませんが、まあいけるね。625か。あれ攻め込むなら、これ多分右から行くよね。これここを狙わせると。
来た来た来た。よし、これ集めながら行くか。例えば、いやでもどうなるかな。これ出せるんで、これ出しとくでしょ。で出すと出ないか。これ例えばこっち来たらね、こう打てたんですけど、先読みをして出さないと機能しないね。あ、いるか、いるもんな。タレットなんか置かずに節約できるっていう可能性ね。それがあるわけですよね。これ使おう、これ使おう。どう、こうか。こうじゃない。撃て撃て撃て。ほらほらほら。いいね。そんなにいなかったけど、敵も。これは使えるかな。こうだね。戻り、追い打ちとかできるよね。連射力はそんなないのか。あ、これちょっとすれ違うようなシーンだと殺せるわけですよね。で、これどうだろうね、このめっちゃ大きいやつは。連射力はないのかな、きっと。よし。まあちょっと生かしきれてないですね。さあ、アップゲート見ましょう。多分この弓系の強化があるはずなんですよ。攻撃的な勢力なんじゃないかなと。うん、レベルか。先はエリートナガソルジャーはダメージが増えると。純粋な強化。ダメージ弓かな、もしかして。ボーナスですかね。リワーデッドソルジャー。エリートナーガソルジャーがキルした場合にってことか。2ユニットでキ、4ユニットオブフード。あ、2殺したらかな、じゃあ。殺したらキ4で食料。エリートナーガソルジャーが敵をキルするたびにってことかな。すれ違って殺すってことですよね。難しいな。普通に難しくないか。ファーム安くなるよと。ファーム20も安くなるの。そりゃ節約ですね。または上限上げとくか。あ、見てなかった今。大丈夫かな。条件知らないですけど。人間ですか、これは。多分人間ですね。同盟守ろうと。出ました。最後まで守りきろうがボーナスね。死ぬんだ。最後まで守りきろうって言えば死にますからね。これ取ろう、これ取ろう。なあがな、いっぱい取ろう、いっぱい取ろう。よし、これまずね、全体をゲットして、自分の拠点守れるんじゃないかな、これがあればね。それを生かしながら、ここも防御ですね。ここを櫓作ってこいつらに行けないようにすると完璧よ。来た来た来た。送れ送れ送れ。ここは木にしよう。ここをとりあえず、お、大丈夫かな。早く作りたいね。まあ、序盤はじゃあ櫓の強化かな。時間制限はないので、待てば待つほど有利だろうと。拠点が少ないな。
まあ、今木が2つもありますからね、この状況は使えるよ。全国太郎行け。でこれはいらないんで送っといて、送っておっけおっけ。ここも矢倉でいいね。あ、どうだろうな、いいか、何でもいいや。あ、変わんないと思うんで。ここの防衛力ですね。ここも兵置いとくか。本拠地に人がいないぞ今。矢倉自体いらないですかね。できたらここ棟梁を狙わせたいから、いた方がいいのか。こいつがボーナスにさ、ラーガで射殺しろみたいなのあるんじゃないかな。さあ攻略編だね。うわ、3つあんのか。なんとかゲットしてって感じだね。矢倉取ればね、道が開けるんで、そっから攻略ですよ。同盟さ、いいよ別に。なんか守れてはいないから攻めてくんないかな。ひたすら。これあげて一人向かったね。ナイス。出してもいけたけどね。さあ困った、人口が増えない、増えないぞ。兵を無駄にしている。こういうとこあえて放置して、お、いやーそれ守れないか。撃てるね、迎え。あー遅かったな出すの。ここでキル稼げそうだね。これは撃ち殺せるか。お、行っちゃった。よし、さあ守りきれたね。完全にもうこれで味方が死ぬことはね、ワープでもない限りはないんで、あとはとどめだけよと。急げ、あー無理か、ちょっと置くか。一人で落とされるもんね。例えばこう、無理か、スピードがないな。いけ、撃て、いいぞ。いやー遅いね。こんな上がるっけ。めちゃくちゃでかくない？M マックスか。よし、じゃあ攻略しましょう。もうダイレクトでいいね、送るときは。であえてちょっとここで出させたいんで。あ、来たか。ここで、あえて出る。違った、まあ入るんでいいんですけど。
遅れてる状況に限ってあえて出ることでちょっと撃ち殺すことができると。ここ狙わせよう。ああ合わなかったね。くそ難しいな。移動速度まで考慮していかないと。引きずり出せんか。ここに危険地帯だらけ。あ生きてた。勝った気になってましたね。逆に今奥に送ってれば撃てたか。なるほど。あとこれね。細かく動かって射程広がんないかな。ここですれ違ったら死にまくるみたいなね、そういう軍隊を作りたいな。めっちゃ人いたね。さあ長編はちょっと敵とすれ違えるような状況を作るのが重要だね。攻撃力は高くて相手が倒すことでボーナスをゲットすることもできるんだと。エリトナーガソルジャーはこれはアタックストラクチャーズなんで建物を攻撃できるのかな。きっとミディアム&ロングレンジ、まあ移動中ですよねきっと。これ欲しいなじゃあこれ取ろう、これ取ろう、早く。1しか使ってないんで、あと6個か。確実に取っていけばすぐなんですけど、このままのペースでいくと3ステージか。とりあえずこれだけ欲しいな。他なんて別にそんなにね、めちゃくちゃ戦況変わるかっていうものはないですし、まあこれならアタッククールダウンなんで、まあこれ、まあ、このやつが短くするって意味なんで、まあ1秒間連射速度短くすると、まあ、それはいいかな。これとこの攻撃2つ上げたら、まあ、エリートナーガソルジャーの攻撃だね。弓攻撃においては、弓というか、まあ、槍投げというんだろうけど、その攻撃力が上がると。で、ボーナスはつきますが、まあ、これつけといて、まあ、リセットするっていうのはありですから、こっちでもいいかもね。50ニット。あ、サイズか。まあ一旦これつけよう。どんだけもらえるんだろうね。あ、右はいいよね。別に今まではあげたことないですし、目標これかな。